ということはないんでしょうか。それから経済格差と教育格差というのはどういう文脈なんでしょうか。例えば学力格差というのは、経済的な資本というか世帯収入だけじゃなくて文化的な資本、仮に経済的に厳しいご家庭でも、例えば本がたくさんあっていろんな美術館に連れてとか博物館へとかみたいなねイメージです。それから発達の貧困、あ、ごめんなさい、文化的資本というのはそういうことです。社会関係資本というのは人間関係のことなんですけども、まあ、こういうことが絡み合ってですね、学力格差をもたらしているんじゃないかということになります。今残念ながらですね、17歳以下は相対的貧困率は 16% です。皆さん収入どれくらいかご存知ですか。例えば2人とか3人で1人親世帯でいったら200万前後また未満なんです。非常に厳しいです。でそういう中でですね、学習過程で見られる格差が実は学習以前の家庭環境で規定されてるんではないかということを私たちは感じるわけですよね。で、教育社会学者がメリットクラシーからペアレントクラシーへという流れになるわけですけども、実際データ見てください。右側の最近の学力調査のですね、年収ちょっとちっちゃい字ですが読めますよね、なんとかね、200未満から1600万ですか。もうきれいにですね、小学校も下は中学生ですが、国語も A も B もですね、もうこんなきれいな、グラフになってしまう。これ赤林さんは慶応の先生ですけども、でそれから当時2007年に始まった全国学鉄ですが、当時からもうそのことは実は指摘されてたんですよね。で実際 B 校を確認しました。どうだったかというとですね、経済学の第一章、中学校は親の収入を知りません。知りませんが、就学援助を受けている家庭を、まあ、一応厳しい経済で厳しいご家庭だというふうに判断しました。で就学援助受給、生活保護とか準用保護を受けている世帯を A と B に分けて関係性を調べたんですね。でそうしたらですね、びっくりしたんですよ。これは職員室もみんな唖然としたんですけども、極めてちょっと点数は言えませんが明確な格差がありました。どうやって調べたか、すべての定期テストとかいろんなテストで、素点を確認したんですけども、特にちょっとショックだったのは数学と英語、まあ、考えたら当たり前なんですが、数学と英語は中1でそんなに差はないんですけども、中2、中3になるとですね、格差がどんどん広がっていくんですよ。5教科の中で特に数学、英語の格差が非常に広がっていくということにが気がつくわけです。これを何とかしたいってことで取り組み始めたんです、この学校は。私たちはですね。で、結果ですけども、先に結果報告しますが、格差が縮小しました。これ格差ゼロあったらいいですよね。でも、いろんなハンデを背負った子どもたち、格差が半減したんです。これは極端に言ったら職員室で拍手喝采でした。つまり、やればできるんだという。つまり、先生方は最初、福祉の問題だと思ってたんですよね。で、しかし、学校でできることもあるんだということに気がつきました。それから、まあ、その2つ目も、まあ、そういうことで関係なく学習で苦戦している先生がいました。で全国学力調査のですね、まあ、ちょっと指標でちょっと見るとですね、結局分かる授業を追求しようとしたんですよ。もう一回言いますよ、学力の点、素点を上げるために私たちは取り組んだんじゃなくて、分かる授業を進めようとしたんですけども、その結果ですね、ちょっと見てください。まあ、25年からずっといくんですが、標準化得点のは、まあ、偏差値に近い概念ですけども、でちょっと6ページ見てください。6ページですね、この105って一体何かっていうのはちょっと分かりにくいですよね。偏差値が70とかやったら分かりやすいですけどね。でどこに位置するかというとですね、左側に約1万校9906校がですね、調査に参加してます。この28年ね、4月19日の調査ですけども、国立が77校が、国立はほとんどですけども、私立は半分ぐらいしか参加してません。公立もほとんど参加してますが、矢印のここなんです。伝わりましたか。標準化得点105っていうのはこの位置に属するわけです。まあ国立と私立入れてなんで高い方の学校の一つということになります。で私たちはですね、学力向上の必要条件をですね、こうやって何年かやっていくうちに改めて感じたことなんですよ。左の図で、左というか図です。何を感じたかというとですね、10だけでは学力が上がらないということに気がつくわけです。分かる授業だけでは、つまり学級の状態、雰囲気だとか学校の雰囲気、30、これと
それぞれがですね、相互作用しているっていうことに気がつくわけです。まあ、つくわけですっていうのは、その日は分かったっていうことじゃなくて、まあ、みんな薄、なんとなく分かってるんですけど、私がこうやって図にするとみんな納得っていう感じになったんですけども。で、分かる授業は先ほど言いました。学級の状態はですね、当然ですが、居場所づくりと絆づくりっていう言葉に象徴されるかもしれません。それからキャリア教育だとか含めてです。で、国際学力調査のピザでもですね、学級雰囲気が良好であるほど得点が高くなるというデータが、国際的にあるわけで、これと一緒に重なるわけです。それから学校の雰囲気ですけども、これも極めて重要だなと。先ほど冒頭で西岡先生の、学校の雰囲気、って言いましたけども、このことに注目していただける研究者に非常に敬意を表するわけですけども、学校の雰囲気って非常に重要だなと。皆さんこれは、まあ、当然大学入る前に中学高校で出られるんですから経験されてますよね。いろんな特別活動、体育祭や文化祭を含めてですね。で、こういう部活動を含めてこういう前向きの文化がですね、極めて重要だってことに改めて気がつきました。まあ、特に保護者地域との共同、それから職場の同僚性とか共同性もですね、実はまあもっと図を複雑にすればいっぱいあるんですけど、シンプルにしたらこういうことだと理解しました。そして子どもたちはですね、まあ、一生懸命はかっこいいという、まあ、私が常に言っていることをですね、体現してくれたわけです。いろんな保護者やアドバイザーから職場の空気が一変しましたね。どの教室も幸せな空気が流れてますねというのが、公開研究会やった時のですね、皆さんの感想の中にありました。で、生徒会長だって今高校1年、京都市内のある高校に通学してるんですけども、彼女がですね、この中学校には何かを再興させるために生徒が中心になって堂々と取り組むのができる雰囲気がありました。一生懸命やることが恥ずかしくないのですと書いてくれました。これすごく嬉しかったんですよ。一生懸命やることが恥ずかしくない、これ一言で私たちが追求していた学校づくりってもしかしたらこれだったのかもしれないなということに思います。まあ、いろんな活躍をしてくれました。子どもたちの声なんですけども、新入生保護者説明会というのは必ずどこの中学校または高校だってあると思うんですけども、書いてもらったんですよ、生徒500人に。で、まとめたらですね、とてもいいこといっぱい書いてくれて、学校の自慢してくれって言ったら、この中学校は行事が楽しく一生懸命の学校ですから始まってですね、まあ、笑顔あふれ元気ですとかね、授業が分かりやすいとか、まあ、ちょっと見てください。で、合わせてですね、ちょっと面白かったのは、新入生の保護者にもメッセージ書いてくれんって、まあ、当時校長である私が保護者説明会、まあ、100人とか200人の前で説明するのにって言ったら、子どもたち面白いこと書きまして、早起きしてお弁当を作ってするのは大変だと思いますが3年間よろしくお願いしますとか、ビーチ図の3年間とてもたくさんの成長ができますとかね、部活も勉強も大変温かく身を支えてあげてくださいとか、反抗期が来る時があると思いますが子どもたちをちゃんと聞いて頑張ってくださいということを書いてくれるような子どもたちになりました。さて、次に行きます。最後の7ページ目です。まあ、新聞記事は左側ですね、3つ、まあ、実はですね、数えたら10いくつ紹介してもらったんですけども、私の勤務中ですね、1つ目はですね、まあ、国語科がやってくれたんですけども、市、この市にですね、提案しようという意見文書を作ったんですよ。で、これをですね、この市長さんのところに持って行ってですね、その写ってるなんか2人いて右側女の子っぽい子がさっきの生徒会長なんですけども、まあ、説明するわけですね。自転車シェアリングって言うんでしたっけ、要するに借りたり返すの、ね、ありますよね。いろんな海外ではよくあるのか、日本でもあるのかな。で、彼女らが書いたのは、例えば自転車とかね、車椅子とかベビーカーをですね、こういうシェアリングできませんかとかね、公園作りだとか歩道の安全確保だとかで、ね、様々なことを書いて、これちっちゃいですけど新聞のかなり一面に近いぐらいですね、記載してくださったんです、京都新聞が。で、三河はですね、三河は生徒保護者の声運営に積極反映と書いてますが、創立60周年を記念してですね、まあ、制服を変えるんですけども、というか初めて変えた、まあ、60年間変えたことというか初めて変えたんですけども、その時ですね、ちょっと面白いことをしたんですよ。生徒には当然、サンプルのいくつかをどれがいいって聞くんですが、この市には10の小学校があるんですけど、10の小学校の児童にも投票してもらったんです。それから保護者にも。
つまり間もなく入学するであろう、ここ学校選択制を使ってる市なんで、を全ての学校で、まあ、言うたら紹介して投票してもらったと。それから、修学旅行もですね、ちょっと皆さん私立の中学高校を卒業されている方はですね、修学旅行は多分自分たちで決めていったっていう人たちも多いかもしれませんが、公立ではちょっと関西では初めてというかですね、珍しいというふうに思うんですけども、あと旅行業者ありますね、大手の旅行業者4つぐらい来ていただいてプレゼンしたんです、してもらったんですよ。行き先から校庭からですね。でそれを保護者後ろの方にかなりの人数をおられました。で生徒例えば100人200人がいてですね、で保護者もいて、で結局その4つの業者の旅行業者の一番いいところを投票するわけです。でそれで決めるというね。でこれなんでそんなことしたかというとですね、私はつくづくタイトルに一番最初この冒頭の一番この表題は子どもを座標軸にした学校と言いました。つまり行くのは子どもたちですよね。しかもお金出すの誰ですか。教職員じゃないですよね、親ですよね。つまりそういう人たちが参加できない取り組みとか運営って何だろうということを常日頃思ってるもんですから、まあそれやったら旅行業者、関西をぐるぐる回ってる旅行業者、まあ、別に皆さんイメージする旅行業者いっぱいありますよね、JTB とかなんとか、でそういうところが来られて初めての経験だとおっしゃっておられたんで、まあ初めてなのかなと。それから右側はですね、地域に誇れる学校ということを子どもたちがしきりに書き始めます。先ほどの自由記述でね。でこれは NPO 法人のサポートということで、地域の財産であるね、この地域は美しい竹林が、竹がですね有名なんですよ。でこれを守ろうと、つまり荒れた放置竹林がですね、の整備をしようということでボランティア活動をですね一緒にやった記事が載ってます。竹取物語プロジェクトということで、子どもたちがですね放置竹林を、まあ、取り組んでいくわけです。